前回はロケット関連施設のご意見を募集してみた。やはりご意見を頂戴すると違うわね。経験による情報の厚みの信頼度がすごい。そしてロケット関連スキルの確認もしたわね。思いのほか、スキルホルダーがいなかった。これは新人を含めてスキルを取らせる方向で進めましょう。いよいよ打ち上げが視野に入った。そんなわけで今回も行ってみよう。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。ムーン、このパターン多いぞうち。どうした霊夢さん。ちょうど良いとこに来てくれたわマリサさん。どうしたどうした。ちょっと考えてたことがあって。整理したいから聞いてくれる。はいよ。だ、酸度環境でこってりパッってのを見かけたわけ。ふむ。で、さ、この子が酸素からオキシライトを作ってくれるみたいで。ほほう、便利じゃん。あれ？そう、余剰電力の 1200W をオキシライトの連成装置に回そうって話あったじゃん。あったな。こってりパフにお願いすると、1200W の節電になるわけ。なんてこったい。そしてここでまた一歩、踏み込むんだけども。おう、頼むわ。以前にうちの視聴者さんにこういうコメントを頂戴したじゃん。したな、読めてきたぞ。それでよ、ツヤツヤドレッコと、原油からのプラ製作で比較するとだ。怖くなってきたぞ。ポンプ、制御装置、ポリマープレス、油性3台の出用電力が 1680W。ふむ。こいつがツヤツヤドレッコの毛刈り端末、必要電力 60W と拮抗するわけよ。視聴者さんからの宿題の答えはこれじゃないのか？そうとしか思えないわ。信じられないレベルの節電効果。ツヤドレ1匹で 1700W も節電できるのか。水素発電機2台分かよ。確かに電気の塊に見えるわね。すごい気づきだぞこれ。なんていうか、動物ってもしかするとチート系のお助けグッズなのかもしれないわ。ありえるな。これは正直、ないだろってレベルの有効化だ。もちろん生産速度には工業の方に軍配が上がるし、畜産の手間を考慮する必要はあるけど、電力不足のコロニーではマストだぞこれ。特に序盤からの積み重ねでは終わりでしょうよ。クヤどれにしてもお手入れ端末を無効化して野生のミールライスにしておけば手間ゼロだしな。かつての放送にていらないことか言ってごめんなさい。畜産の新たな可能性に驚きました。ちなみにですが、バックリンスとブリーチストーンホッパーだと 480W と金の消耗が浮くわ。恐ろしい、油汗が出そう。なんか水素の供給が途絶えがちなんだけど。ああ、ハンピー君の近所の発電機に回してるからだな。向こうのタンクに溜まるまではこっちに来づらいのね。そう、もうすぐ終わると思うけど。じゃあそれは良いとして、オキシライト連成装置はどうしたもんか。今回の気づきに基づくなら作らなくても良いんだけど。両方やっておきましょうか。それが良いかもしれん。後で必要量をパフの生産速度で割って、経過するサイクル数を計算しておこう。まあ水素発電が止まりがちなのを逆用して、電力には遊んでてもらいましょう。その間に施設が完成すればよし。しかし水素発電は便利ねえ。もはやズルだな、これは。さてと。あれ？今度はどうした？なんじゃこや、オキシライト精錬装置で金を消耗するみたい。マジだ、よりによってか？なんか精錬の触媒によく使われるわね。いきなり信号が黄色になってしまった。延期する？そうしよう、こんなのばっかりですいません。こうなるとこってりパフの旧車と酸素の誘導がマストね。誘導自体は宇宙にポイしてる酸素を使おう。問題は場所かしらね。ハイドラ姉さんの予定地付近はすでにグーグーだしな。そもそもあっちはロケット関連で今後、埋まるはずだし、いっそのこと、ヘドロ蒸留室の方に作ろうかね。あっちは余裕しかないわね。使う予定も今のところないし。よし、じゃあ卵が生まれる前にデザインしておこう。ついでに計算もしておきましょう。なになに、こってりパフは1サイクルで最大 47.5kg のオキシライトを排出。酸化剤タンクの容量が 2700kg。2700÷47.5 で 56.8。パフ1匹に任せるとおよそ2ヶ月だな。自力で増えることに期待するならまあまあの日数じゃないかしらね。デザインしてみた。あまりに久々の旧車で作り方を忘れてました。多少、狭ければ拡張する余地はあるから大丈夫だろう。遊んでた空間だし、まあ良いんじゃないかしらね。そうだな。酸素の供給元はあるんだっけ？すぐそばのスーツドックへのパイプを分岐させる。過剰供給にならないような仕組みがいるわね。そうだな、ブリッジの優先判定か、それともタイマーにするか。それとも再デザインして居住区に寄せても良いでしょうし。それもそうだな。場所の選定もしておこう。そうしましょう。それじゃあ申し訳ないですけど、今回はかなり短いこの辺で失礼します。霊夢さん、お願い。はいよ、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。